さんこんにちは。開運体質養成コーチの大島秀明です。今日の動画ではですね、聞くだけで皆さんの人生がどん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 爆上がりするというね、開運体質養成音源についてお話しさせていただきますので、ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。この動画に巡り合えたあなた、本当についてます。ということで早速始めてまいります。はい、以前ですね、一本開運体質養成音源というのを出させていただいているんですけれど、今回また別のアプローチでですね、新しい、開運体質養成音源を YouTube にアップさせていただくことになりました。それでですね、ちょっと特別な音源なので、しっかりと聞き方を、マスターしていただいてから、その音源を聞いていただきたいということで、この動画を入れさせていただいているんですけれど、その音源の方はですね、また別にアップさせていただきます。というのは、こういう説明抜きでいきなり YouTube オンってするとですね、その音源が始まった方が皆さんにとっては使いやすいと思いますので、あえて別動画にしてありますので、この動画の説明を聞いた後で、ぜひその動画を活用していただいて、皆さんの人生を爆上がりさせていただきたいなと思っております。それでですね、前回の動画、前回の開運体質養成音源、結構前に出させていただいたんですけれど、あの動画と今回の動画って全くアプローチが違うんですね。で、前回の動画は、我々の本質であります空の意識っていうものに皆さんを導いてですね、空の状態っていうものがもうとにかくですね、人間の理想の状態であり、本来の状態であり、当然開運していけるような状態ですんで、その状態を作るような動画だったんですね、前回のやつはね。で、今回のやつは、私が長年ですね、開運のご相談を乗ってる時に、人生がうまくいかないなっていう人の共通点というのを発見したんですよ。で、それは何かと言いますと、単純に言うとエネルギー不足なんですよ。皆さんも身の回りでですね、成功者と言われる方、人生すごいうまくいってて運がいい方、見ていていただけると分かるんですけれど、皆さんですね、気の巡りがいいんですよね。で、まあもちろん気が強いっていうね、まあよく日本語で気が強いって言い方しますけれど、本当に子供の頃から、気が強くてガキ大将みたいなタイプで、そしてそのまま大人になって成功するみたいな人結構多いじゃないですか。ですから、その気の強さ、気の巡りの良さっていうのは、やはり、開運の上では必須なんですよね。それはね、自分自身の気の巡りが悪いのに、運気というですね、自分のエネルギーの表れである世界の巡りがいいわけがないので、やはりそこは整えておいた方が運気って絶対良くなるんですね。ただこの辺りについてはあまりよそで教えてないというところもありますし、やはり先天の気っていう言葉があるぐらいで、やはり生まれ持った才能でもあるんですよね。ところが後天の気という言葉もやはりあって、後天的に気の巡りを良くすることによって、生まれ持ってですね、気の強い人と同等の効果が出せるっていうのももう間違いないことなんで、皆さんもですね、しっかりとその気の巡りを良くしていただいて、そしてますますですね、運命爆上がりさせていただきたいんですよね。で、まあそういう趣旨からですね、実は開運体質養成セミナーというところで、開運機構というものをお伝えさせていただいてるんですけれど、来れる人はね、ぜひ受けていただきたい、ところではあるんですが、忙しくてね、来れないよっていう方もいらっしゃると思うんですよね。で、そういう方は、この特殊音源を聞いていただくと、その気の巡りというものがどんどん良くなっていきますので、これをバンバン聞いていただいてですね、気の流れを改善させていただきたいなと思うんです。で、その開運機構を知ってる人
はですね、この音源をかけながら、開運機構をやっていただきますと、さらに効果が倍増しますので、ぜひ活用していただきたいと思います。でですね、この音源なんですけど、非常に強力な効果を出すように作られているので、以前の音源のようにですね、ヘッドホンで聞くと、人によってはですね、非常に強すぎるといいますかね、そういう状態になってしまうので、普通はスマホのスピーカーでただ流しておいていただければいいです。それだけで十分の効果が出るようになってますので、YouTube スイッチオンってやってですね、1日にまあ何回聞いても構いませんので、流しておいていただくということになります。で、その際ですね、聞き流し、何かをやりながら聞き流しでもいいんですが、1日1回だけで結構ですんで、ちょっとリラックスしてですね、深呼吸でもしながら聞いていただけるとさらにいいかなと思うんですね。だからまあ1日中聞き流しておいていただいて、で1日1回だけ落ち着いてね、こう呼吸しながら、リラックスした状態で聞いていただけると、効果が倍増すると思います。そしてこの動画音源聞いていただくと分かるんですけれど、ノイズのような音が入ってるんですね。ザザザザザザザって、まあちょっと聞くと波のようなノイズのような音が入ってるんですけれど、これノイズじゃなくてですね、気の巡りが良くなる、特殊音源でもあるんですね。またこれは人体にだけ影響するものではなくて、その場を整える特殊音源でもありますので、まあちょっと聞きづらいかもしれないんですけど、そのシャ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 っていう音、トラブルではないので、安心して聞いていただけるといいかなと思います。ですからこの音源っていうのは、皆さん自身の気の巡りも良くするんですけれど、皆さんのお家の気の巡りも良くなりますので、いわゆる癒しの地下というものにも役に立つと思います。あとですね、途中でお経のような音が聞こえてきます。うわ怪しいなって思う方もいらっしゃるかと思うんですけれど、特定の宗教のね、例えば仏教のお経であるとか、そういう宗教に紐づいたものではないんで、これも怪しいって思うかもしれないですけど、安心して聞いてください。ちなみにそのお経のような音、これインドのね、もう何千年も前から伝わっている言霊なんですけれど、これ大島が唱えてるですね、特殊な発声で唱えておりまして、それに気の巡りが良くなるようなね、周波数を加えて唱えておりますので、まあちょっと怖いなって思うかもしれないですけど、まあこの人が唱えてるんですから、まあ安心して、聞いていただければと思います。まあお気楽な人ですからね、怪しい世界に導こうという意図はありませんので、安心して聞いてください。でですね、ここからがですね、最も重要な、皆さんへのアドバイスになるんですけれど、実はこの音源本当に強力なので、気の滞りがある方って、例えば頭であるとかね、首であるとか肩とか、そういう滞りがある方は、そこをですね、通りを良くしようとする働きがありますので、人によってはですね、ああなんか聞いてたら肩が重いとかね、肩が痛くなってきたとか、首が痛い重いとかね、あと眉間なんか結構感じる人がいるかと思うんですけれど、眉間にものすごい圧力を感じるとかですね、なんかそういう体の不調っぽいことを感じる方もいらっしゃると思うんですね。で、そういう方は我慢できるというか、心地よく過ごせる範囲であれば、そのまま聞いていただいても結構ですし、もしどうしても、痛くて聞いてられないっていう場合は、休みながらですね、聞いていただけると、だんだん気の流れが良くなって、そういう不調を感じなくなりますので、だからちょっとね、強力な音源なんで、体感的にもうわここ重いなっていう感じが出る場合もありますけれど、それは回復反応的にですね、皆さんの気の巡りを良くしてるので、これでなんか重さとか痛みが出てきたら、あこれによって気の滞りが流れてですね、運気が良くなるんだなっていうふうに、判断していただければいいかなと思います。ですんで、この音源は最初に言った通りですね、聞き流していただいて、かけていただければ皆さんの気の巡りが良くなって運気が上昇するっていう音源ですんで、聞きながら様々なね、
あの変化が出てくると思います。でもしわからない時はですね、何かあ こんな感じで変化したんだけどとご質問がある方は、あの YouTube のですね、あのコメント欄に、コメントを入れておいていただければ、時間のある時にですね、ご返事させていただきますので、まあ楽しみながら安心してですね、この音源を活用していただければいいと思います。またですね、この音源によって、まあ人生こんなに爆上がりしましたっていうね、あの体験がありましたら、それもコメント欄に入れておいていただけると、私もですねそれを参考にして、またさらなる、音源のバージョンアップをさせていただこうと思っておりますので、ぜひ楽しみながら、共に爆上がり、していけたらと思いますので、ぜひご活用ください。ということで、今日の動画がちょっとでも良かった、あるいは素晴らしかったですっていう方はですね、いいねボタンをググって押していただいて、そしてチャンネル登録もお願いしたいと思います。では、あの次回ですね、海外体質養成音源を楽しみに、またお会いしましょう。大島秀明でした。